こんにちは、速稼塾の奥でございます。ちょっと今日は狭いバックヤードからお送りしますけどもね、内側を変えるっていうことはどういうことかっていうと、具体例を出して言いますとね、私の場合は、内側、女性関係を変えましたね。女性に関する付き合い方の価値観をまるで真反対にしました。それまでは浮気上等というかね、一度に何人もの女性と付き合っていようが誰も文句言わなければいいと思っていたんですが、それをやめてですね、一人の人を愛してそれ以外はもうオールはナッシング、本当に友人でもないような関係になりましたね。もう他人というかね、全く関心も示さないし、メッセージが来ても返信もしないと、仕事の話であろうとも二人っきりで会わないようにパリッとしました。で、今付き合ってる奥さんですけども付き合ってるというかね、付き合い始めた頃にその奥さんの目の前で、そこまでね、その瞬間まで付き合ってた人全員に電話をかけて別れ話をしましたね。本気で付き合っていく人が見つかったから、もう君とは会えないと、連絡もしないというふうに、同じ言葉で何人もの方、その時ね8人だったんですけども、8人連発で電話かけてね、めったに電話かけない私だったんで、みんなね、私が電話かけると喜んでパッとね3コール以内に出てくれたんですよね。あくぼちどうしたんみたいな感じでね、あくぼんどうしたのみたいな感じでね、向こう明るい声だったんですけども、もう一度しか言わないし、二度と話すことはないからよく聞いてっていうようなね、すごく怖い駆け出しでお話ししました。それが一つですね。それ以来私はもう奥さん一筋っていうふうに内面を変えました。そうするとね、何が変わるかっていうと、それまではいわゆるね、二股も今たも全然笑い話だった男同士の関係も変わってきてね、私と未だにお付き合いしてる人、男性はね、もう浮気しない人ばっかりになりましたね。これがだから内面を変えて結果変わったことの一つ目ですね。で、その他に何が変わったかというと、私はお金をもらってから依頼を受けるようになりました。お金を払わない以上は何もしなくなりました。中国は当たり前なんですけども、お金のチャージがあってね、それからしか動かないようになって、あとね、時給2万円以下の仕事はやらないようにしましたね。それを自分の中で決めた時に、払える人とか金払いのいい人とか、きちんと払うという責任が持てる人としか付き合いが始まらなくなったんで、収入が急増しました。結果、女性関係変えると人脈が変わり、で、私のね、内面を変えた、そのお金に関することを変えると仕事が変わってきましたね。金払いの悪い人とか、今日2万円ですよって言って払えない人との付き合いがなくなって、私のことがお金にがめつい人というふうな判定しかできない人は縁がなくなりましたね。おかげさまで収入が爆増したんですよ。久保さんにならこのぐらい払っても当たり前っていう人との付き合いが残ったんで、それが私の速稼塾のねスタートになりました。今ではだいぶお金に関しては柔らかくなりました。女性関係はね、相変わらず硬いままですけども、お金に関してはもうだいぶ柔らかくなって、それは自分の資産状況にもよるでしょうし、あとはね、どうしてもっていう時はやっぱり前払いを要求して、それだけのものができますんでね、私は今ね、前払いをしていただいても、どんだけ高い金額を請求しようともそれ以上のサービスが提供できると思いますので、そういう風になりましたね。だから結果、いわゆる仕事も住むところも人間関係も変わったって感じですね。内面を変えたから。ということで、今日は私の体験をお話しました。暗いところから失礼します。